次の停車駅はスーパーマリオ2、スーパーマリオ2駅、降りの方は荷物を忘れずにご乗車ください。あのですね、ここ最近動画で目立つことがありまして、僕の動画ってテロップと SE を結構入れると思うんですよね。で、そのテロップミスっていうのが最近多発しちゃって、全く違う内容のテロップをつけてるんですよ。例えばね、僕笑ってる時 WWW ってね、テロップをつけてると思うんですけど、その WWW のテロップがね、はいどうも不良キングですみたいな。やべえ、自分でつぼっちゃった。まあ今後ああいうミスは直していきたいと思うんですけど、もし見かけてもね、これがピオキングの動画だなって思ってくれたら助かります。ということで、はいどうもピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トーズサプライズとバイトロールということで、説明文を見てください。ステルルさんとコラボって書いてるんですよ。ステルル攻略 YouTuber として黙って見過ごしてはおけません。そしてもう一度説明文見てもらっていいですか。すごい方とコラボって書いてるんですよ。その通りすごい方なんですよ、ステルルさんって。ただそのコースを数々クリアしていってる僕、もっとすごい。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.52% で、今回キノピオに変えてまいりました。サムネがキノピオだったもんね。そしてコース名もトーズって書いてるでしょ。トーズはキノピオっていう意味なんだよね。さあここで開幕3本。いや来るとは思ってたよ、来るとは思ってたけどさ。いや何やってんの。じゃあ右のハテナブロック叩きます。これなんでしょうか。コインか、コイン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 の邪魔すんじゃねえ。すいません、コインコインファンの皆様、邪魔されてしまいました。ということでこのドア早速入っていきましょう。このドアに入ると、うわどうしよう、またお前か。これどうかなんないの。どっか行って、そんな悲しい顔してないで。僕の方が悲しい顔してるよ今きっと。じゃあこのドア入ると常に右ダッシュ、それで3本抜けれるっていう感じだね。危ない。行くか。これは上から行くべきか、下から行くべきか。これ上から行った方が安全だね。ということでこっちから行きましょう。さあ右下、まだと見せかけて、あの右下絶対なんかあるよ、ファイヤーがある、そんな感じでしょ。あっつ、ただ今見えたよね、あの砲台がいなくなって扉が出てきたこと。多分ね、この下に行けば砲台がいなくなる、そんな感じでしょ。あら、砲台いなくなんないね。この右上は何だろう、こっちがなんかヒントかな。なるほど、ちくわブロック落とせっていう感じか。それじゃあ指図通りにしてやろうじゃありませんか。このちくわブロック落としたら砲台が消える、そういう感じでしょ。消えてよ。あ、そこに出てくるの。あ、そんなところに持ってこないで。もう一回、もう一回跳ね、どっか連れてってあの砲台を頼む。なんで。常に左ダッシュ、そういう感じだね。そしてさっきピンクコイン取った時思ったんだけどさ、ピンクコイン多すぎじゃね。あ、左で大丈夫、大丈夫だよ、あのスター罠、絶対罠。でも引っかかってやろう、このスター罠じゃない。あ、大丈夫。魚には引っ掛けられませんでした。じゃあここのブラパー、どうしよう、左なんか出てくるのかな、2分の1か。左叩きます、頼む、こっちが正解だって。あれ今日は、いや、やめてよ、やめてよ、やってよ。どうしないの、焼き魚、こっち戻ってくるパターンですか。焼き魚ー、じゃあここ素直に右でよかったんだね。くっそ、2分の1綺麗に当てたと思ったんだけどな。じゃあこのまま一旦握ってバネに、下なんかあるよ、あそこ落ちていい、ほら綺麗な花火だね。どうでもいいんだよ花火なんて、冷た。それじゃあここバネを無視して右上に行こう、これが正解だよきっと。うわ、隠しブロックとかないのかな、大丈夫そうだね。さあこのハテナブロック叩いてみます。キノコか、あれこれも終わった感じじゃないの。うわ、右下に行けっていうか、いやこれ行けないよね。いやテレサ邪魔しないでよ。あ、右上にバネのマークがある、バカだ、これバネを持ってきてあのブラパで P を押させるっていう感じじゃないかな。なるほど、そういうことですか。そんじゃこのバネを持ってきたんだけど、こっからバネを下に落としたら P 発動する、そしてドアに入れるっていう感じだね。さあ進みますか。でキノコ出てくるんじゃないの、なんか出して、あ間違えた、左側で待っておけばキノコが取れる。ただこのキノコが罠っていう可能性もあるんだよな、どうなんでしょうか。いや、キノコは合ってるよ、キノコ丸って書いてるもんね。じゃあこのまま進んでいきたいと思います。そしてここはノコノコを倒して壁をゲットして、どっかで投げると思うんだよな、もう真ん中しかないよね投げるの。じゃあここで投げてみます、どうなる、合ってる合ってる。そしてこれはかぶっとかな、どうするんだろう、
なんか上にオンオフがあるラベルで、これ上に投げる、それが正解。合ってて、合ってんじゃない、ほらピンポンって言われたもん。熱い熱い。そしてこのネットをかぶって左のドアに入れると、やっしー今日マジで聡明すぎ。さあここでどうすればいいんだろう。上、あ、やべえ、これいけんのかな、これ跳ね返れない、跳ね返るよね、頼む当たって、脱いでいいから大丈夫大丈夫、これで脱げ、やった、無理やりか、すげえけどいけました。あの左のハテナを取って本来だったら行くっていう形だったんだろうね。じゃあこのまま進んで、サッカーだートリプル魚は聞いてないよ出過ぎでしょ、範囲が広いんだってじゃあここも取っていいのかな、ここさビッグコイン全部集める必要ないと思うんだよな、ほらねもういやここ分かった、ビッグコインが罠だね、っていうことはビッグコインを集める必要はないっていう感じだよ。じゃあここ何、あぶねえ、もう熱、怖いんだって。そしてこのキノコのおかげで下は何もないということが分かりました。なんでこのまま左行こう、今の熱いのには引っかかりませんでしたね。うわ、ワイヤーどうする、あのワイヤー正解なのかな、なんか今オンオフ変わったよね、この状態で青い土管に入れる、そういう気がする、なんで左のワイヤーすげえ怪しいよね。でも大体ああいうのトラン方が正解なんだよな、なんで入れねえのそんじゃあここどうするかなんだよね。さっきツタが出てきたじゃん、あのツタがなんか鍵となってるみたいな、あ、熱い熱い、このツタが何かヒントになってるんじゃないの。そしてここに入る、いや入れんやろ、いやでも物理的に入れるやろ、もうキノピオ、お願いだから入ってよ、そういうシステム追加し、じゃあここでリフト落とすじゃん、でこのリフトが落ちたら土管に入れる、きっとそうだよ、よしよしよし、別にツタでも入ってよくないですか、じゃあこの資格大丈夫だよ、ステルスさんの資格は大丈夫な人、どうすりゃいいんですかこれこのピーを上に投げてみるで、上に投げたらなんか救世主お願いします、戻ってこないで、もう一回あげるよ、くっそ一人でキャッチボールやってんじゃねえよ、じゃあここで踏んで、やった熱い熱い、じゃあこのまま右に進もういや、ツテルル攻略 YouTuber としてすることは間違ってなかった、この資格は大丈夫だったね、ツテルルさんは純粋なんですよ。そしてこの日、きっとこの制作者だよ、誰だったっけ、メカメカニキさん、このメカメカニキさんが怒る、いやもう噛みすぎた、もういいやが仕掛けた罠だよきっと。さあここの鍵は取ったらいけないと思うんだよな、いやどうしよう、ここで一旦オフ、くっそそれじゃあここは右上に行ったらいけないっていう罠だったよね、一旦シュエンジ落としておいてみる、そしたら、あ、これでオフが変わるのか、そんでこれからノー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 え、この鍵いらないのかな、ちょっと取ってってみる、あのー、いや僕思ってることがあるんですよ、この鍵取れるよきっと、ちょっと見ててね、対策バッチリ、もう一つ取り方があるんですよ、数々の一発マリオをしてきた僕、この鍵を入手してみせましょう、ほい、うまいこれで右上に行かなくていいんじゃないのかな、ただこのオンオフを変えておかないと進めないみたいな、多分そんな感じが来ると思うんだよね、まあどっちの取り方でもいいと思います。さあ進んでいきますか、ここでファイヤーきっといるよ、ファイヤーでよーしこのスピラどっかで絶対罠があるよ、どこですか、ここですか、そこですか次は床をきっちり見極めていこう、どっかに鍵床があったと思うんだよね、それがどこか見えました、ここだよ、ここでジャンプ、よし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 、さあ抜けました、ここでチェックポイント当てた、うわ戻す感じ、いやでも絶対大丈夫、こっちはっていうかさ、あそこでチェックポイントはてなっていうことはさ、ここもう終わりなんじゃないかな、上に行けば、あれここどの辺で出てきた、あれあれ早く出てきてよ、あぶねツタが出てくるのちょっと遅くなかったですかね、あんな回避の仕方なんかな、それじゃあこの土管に入っていきましょう、土管のじゃあどうだね、ここあった、危ない危ない危ない、大丈夫、取るよし焼け椎茸になるとこでした、じゃあここはコインか、どうしよう、これ絶対キノコでしょ、この辺で落ちてきて、頼む右ですか、上から上っていうことか、まあでも中間ポイント2からだからね、余裕なんですよ、それじゃあここで上からキノコを踏んでキノコを食べましょう、キノコがキノコを食べる様子ですこれが、さあここの砲台絶対移動してくると思うんだよな、真ん中で移動するのか、いやこのピンコイン信じます、そしてこのまま右、でこっから
ら右に行けると。いや、真ん中にいいのがあるぞ。あっちが正解でしょ、きっと。こっちは何ですか、この場所ですか。コインそれじゃあここはビッコインの場所にいて、こっから上を出発、それでピードアに入れる。もうそろそろゴールあってもいい頃なんじゃないの。さあ、危ない、これ何かしてくる。あー、危ねえ、こいつ絶対踏まない方がいいよ。なんで信用しません、あのオープンブロック。どうしよう、衣装やじがオンオフを変えてくれると思う。それでどうなるか。待って、なんでここにバーがあるの。ちょっと引っかかったじゃねえか。どうしよう、いや、すげえ気になる。上に行っています。やっぱそういうことになるよね。まあでもこの身体験そんなに難しくないと思うよ。見てて、ほら、こんな身体験僕にとっては余裕なんですよ。ぬるいぜ。じゃあここ上がダメっていうことが分かって、この P スイッチを持って、そんでこの P スイッチ持っていこっか、踏んでいくか持っていくか、どっちだろう。上に投げる、絶対そうだよ。あ、違うね、バネを出せって書いてるよ、音符から。頼む、これで何か変わって。何かを果たしてくれよ。じゃあ一旦ドアに戻って、もう一回あの C 耐久っていう感じですか。じゃあこの音符踏んだらさ、バネが出てくんのかな。あ、バネ出てくんじゃねえか。そしてこの P スイッチも怪しいんだよな。この P スイッチを踏んでバネ持っていく、これが正解なんじゃないの。頼む、合ってて。そしてここでビヨーンして右に行くと、さあ応募した瞬間右に行く、絶対何か出してくるよ。キノコが出てくるのを待っておこう。そしてさっきの骨を回避できるんだけど、その先いろいろとピッコイがあったのが見えたんだよな。こっからどうしようか。下に行っても何も変わんない感じか。じゃあ上に行くしかない。そしてこの状態で、あれ、あ、わかったよ、また土管からファイヤーフラワーが出るっていう感じかな。キノコ取ってまたさらに待っておけみたいな。巧みすぎでしょこれは。じゃあさ、ここで一旦キノコ取るじゃん。そしたら次にファイヤーフラワーが出てくんのかな。なるほど。こういうのあんまり見ないからさ、マジでわかんないよね。で、この状態でこのブロック、うわ、パウが降ってきた、どうしよう。これもう下感じですか。なんか怪しくない。じゃあこのまま一旦下行ってみるよ。パン持ったまま下行ってみます。そしてここでパン落とす。そしたらなんで。ここでしゃがんだらね、レールが隠されてあったから、ジャンプして落としてみるね。これが正解、そうでしょ。そしてこのパンブロックを持っていくと、きっとこのパンブロック必要になってくるよ。オーラブラマがいました。さあここは右にダッシュして行きたいと思います。それで早く飛ばして右、オッケー。どうしよう、これいるのかな。で、ね、このパワーブロック、いや、いらないよね、きっといらない。だって持ってったらね、このツタ登れないもんね。さあここ信じて降りてみます、回転ジャンプで。あ、うわっ。スピンジャンプが合ってました。もうそろそろ終わりが近い頃なんじゃないんでしょうか。で、一旦ここで先にキノコ取っておこう。先にキノコ取っておいて、ここでオフして、すぐ左、大丈夫、もうすぐこうなるよ。なんで。よし、助けてよ、マリオじゃないからダメなの。それじゃあここは左ダッシュしておいておこうか。そしたらくぐれる、オッケー。そしてここでヨッシーに乗ると、完璧だね。さあこの土管には入らない方がいいと思うんだよな。なんで上に行こうか、上が正解。あ、いや絶対合ってる。ここでモブ編をわざわざ隠してるってことは、左の土管に入れられなかったってことでしょう。ちょっと噛みそうになったけど、いや、もう噛んでしまいましたね。じゃあここでヨッシーを一旦捨てて、あー、なんでよ。何よ、もうこの死に待機は、タイミングよく熱いをかませってことか。なかなか難しいじゃねえか。ヨッシー食べてしまえ、そんな日は。くそ、このタイミング、このタイミング、なかなか難しいぞ。それじゃあもう一回挑戦します。あっ、じゃあここさ、素直に土管に入っていってよかったのかな。あ、でもさ、このバネ持っていかなきゃいけないみたいな、そこまで分かったら天才じゃない。これもし成功したらすごいよ。ただバネ必要であって、あ、どこ行ってんの。あ、今のファイヤー取らなきゃいけないみたいな、そんな感じだったんじゃないかな。今行ってきたよね。でも今度左上に行けるようになってるよ。で、この状態で右ダッシュ、なんて書いてるのこれ。レイザー、
本当にレーサーじゃねえか。ガビッタ戻れねえ。それじゃあこのドカー入ったら右に駆け抜けるよ。それであのレーサーはかわせるでしょ。そしてサファイア取ってたら今音符潰されてたよね。じゃあこれで合ってると思います。さあここはなんて書いてるんでしょうか。トラストミー。ラインはわかんねえな。この上はコインか、この下がゴールで合ってくれ。お願いします。ラニタックじゃねえか。くっそ。でもさ、あの顔右下見てるから、右下これが正解でしょ。2分の1当たったぜ。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。一発マリオ、壊れやすい橋ということで、そしてサムネを見てもらってもいいですか。ハテナブロックが3つあるだけなんですよ。あのハテナブロックが橋をイメージしてるものだと思うんですよね。その橋をどうやって越えていくのか、早速やっていきますか。クリア率は 1.5%。で、あのハテナブロックを壊すものって言ったらボム兵以外に考えられないんだよね。最初ちょっと見てっていいから、どういう風に壊れるんだろうね。なるほど、ボム兵が壊してくるっていうことか。じゃああのボム兵より早く進んでゴールしろっていうことだね。まずさ、これでいけないか試してみていい。ただね、いやこれ橋なしでいけそうなんだよね、マジで。空中浮遊が長くなる技あったじゃん、 A ボタン2回押すやつ。それで行ってみます。あ、いけた。いけてしまいました。この動画が良ければ、いやちょっと待って。いや今のはダメでしょ。今のは正規ルートじゃないからダメだよね。なんで正規ルートでしっかりこのコースを攻略していきたいと思います。ということで、ボム兵が来るより早く橋を渡る。ボキャーン。いやこれ無理なんじゃないの。絶対にボム兵の方が先に落ちてくるよね。ほらほら、あの橋も渡ることすらさせてくんないんだよね。うわどうしよう、一番左ギリギリ乗ってみるね。あ、今ボム兵を踏むことができたね。その踏んだ後のジャンプ調整がなかなか難しいんじゃないかな。やっぱりね、 A ボタン押しっぱだったらね、上の針に当たるもんね。なんで踏んだ後 A ボタンをちょびっとしか押さない。これでどう。やった。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。